本日はお忙しい中、個人投資家様向け説明会にご参加いただき誠にありがとうございます。本日は私、水島、取締役の肥後、そして執行役員の高橋の3名より説明させていただきます。説明の後、質疑応答に移らさせていただきます。なお、ご質問のある方はチャットにてご質問を入力ください。質問は説明中も受け付けております。それでは始めさせていただきます。本日のアジェンダですが、当社の事業概要、今期から3年間の計画である中期経営計画の概要、および2023年4月期通期の業績予想について発表させていただきます。こちらが当社の会社概要です。今期で設立から25期目を迎えました。本社は神奈川県の小田原市というところにあります。事業の内容については後ほどスライドにて説明させていただければと思います。従業員数は連結で403名、うち国内で229名、残りの170人ほどが海外、主にハミーグローバルという韓国の子会社に在籍しているメンバーとなっております。会社設立以来、増収を続けながら成長することができております。特に2008年にネクストエンジンがリリースされて以降は、利益面でも安定的な成長を実現できており、2015年東証マザーズ、2016年に東証一部、現在のプライム市場への上場を実現しております。こちらはオフィスの風景の写真ですけれども、創業以来フラットでオープンな社風を目指し、社員間のコミュニケーションを大切にしてきております。コロナ禍を経て、会社全体としてはテレワーク主体の働き方へとシフトしつつ、それに合わせてオフィスも頻度の少なくなったリアルなコミュニケーションの場が最大限活性化するようにと、リニューアル等を行っております。人事制度もテレワークに合わせて刷新しています。社内会議やブレストミーティング等、ほぼ全てのコミュニケーションをオンライン化することを成功しております。またテレワーク社員もオフィスに来やすくなるような、特急通勤制度、いざ小田原等のですね、福利厚生制度で遠方に住む社員のテレワーク、または出社勤務に柔軟に対応できるような支援を行っております。地域との関わりも大切にして、本社のある小田原をテーマにした、福利厚生の制度を設けたり、少なくなったリアルなコミュニケーションを、業務とはまた違った部活動等の活動支援を通して活発化を図っています。昨今、その重要性が高まっている ESG に関する活動も活発化しております。ネクストエンジン、ハミック、ロカルコ、ルカモ等の事業であったり、今回監査等委員会設置会社への移行も発表させていただきましたが、そういった活動もまたコーポレートガバナンスコードへの対応強化を意識したものとなっております。ハミーはミッションとしてクリエイティブ魂に火をつけるを掲げており、そのミッションを中心とした企業カルチャーの醸成にも力を入れております。今回 NE 株式会社の分社化について発表させていただきましたが、分社化後もカルチャーを大切にする姿勢は今後も継続していきたいと考えております。それではコマース事業の概要についてお話しさせていただきます。こちらはコマース事業のサプライチェーン全体を示した図になりますが、主力商品であるアイフェイスを中心に、自社で企画、開発、製造、販売、EC も含めてですね、それらを完結できる体制を構築してきていて、それがコマース事業の強みとなっております。コマース事業においては、創業以来蓄積されてきた e コマースに関するナレッジ、そして多様な販売チャネル、上流から下流まで自社で完結できるサプライチェーン、そしてスマートフォンケースブランドとしては高い認知度を誇る iFace ブランドを通じたブランドマネジメント機能、それらを事業の競争力の源泉と捉えており、過去20年以上にわたって増収トレンドを維持してきています。こちらは販売チャネル別売上高の四半期ごとの推移となりますが、 e コマースの小売り、リアル小売量販店向けの卸売が6対4とですね、バランス良いシェアとなってきていて、なっており、コロナ禍でですね、リアル消費が落ち込む中でも、それを EC 小売のですね、伸びがカバーする形で増収基調を維持することができております。
まあ、売上高を四半期別に見ると年末のクリスマス需要や、まあ、新年度開始時のですね、新生活に向けた需要増が発生する第3四半期、第4四半期に大きく伸びる傾向があります。コマース事業の中心的なアイテムは iFace というですね、スマートフォンケースブランドになります。コマースセグメント全体の 85% が国内売上、うち 90%、 すなわちセグメント全体の7割強がですね、 iFace によって構成されています。まあ、その特徴的なデザイン、高い認知度、若年層からの強い支持という大きな特徴があります。少し商品紹介をさせていただくと、左上にあるものがスマートフォンケース iFace シリーズにおけるファーストクラスというものになります。そしてその隣がリフレクションシリーズ、そこから新しいシリーズとして市場のトレンドに合わせたですね、すべてクリアなフルクリアケースのルックインクリアケース、そして手帳型のですね、カルディナケース、カルディナシリーズといったものも商品化しております。またケースだけでなくてですね、落下防止リングやエアポッツケースと、その周辺アクセサリーにも iFace ブランドとして展開をしています。 iFace の認知度はこちらのグラフにある通り、他社ブランドに比べて10代後半、20代前半の女性にて60-70% 超と圧倒的な認知度を誇っています。日本で展開を開始してから、10年が経ちますが、マーケティング、そのブランディング活動を通してですね、依然として強い競争優位性を保ち続けているというところが、このブランドの特徴になります。一方で、スマートフォンアクセサリーカテゴリーへの依存が大きいことというのが一つの課題だと捉えており、それに対応していくため、iFace ブランドによるスマートフォンアクセサリー以外の領域への展開として、コスメ領域にバイユアブランドとして、今年の1月に進出をしております。当事業の強みである iFace ブランドを軸に、既存事業で培った EC 卸売の両方の販路で展開し、自社 EC 店舗での運営に加え、卸売ではロフト、アットコスメ、プラザ等の各社にお取り扱いいただけるようになりました。認知度ゼロからのスタートであり、積極的な広告宣伝を展開しております。前期2022年の4月期においては約2億円の広告投資を行いました。同じく2020年4月期より、前期よりですね、ゲーミングアクセサリー事業をスタートしています。ピクシオブランドとして展開し、上期は半導体不足というサプライチェーン上の問題からですね、仕入れがなかなかこ うまくいかない時期が続きましたが、下期からはですね、供給が安定して、しっかりと立ち上がって、通期で約4億円の売上貢献をしています。コマース事業の e コマースのナレッジがスマートフォンケース以外のカテゴリーでも活用できる、そういう事例となっているかと思います。続いてプラットフォーム事業について日後より説明させていただきます。それではお願いいたします。はい、それでは、プラットフォーム事業の概要について私日後より、ご説明いたします。プラットフォーム事業における中心的なプロダクトであるネクストエンジンは、EC 事業者様が抱える課題である複数店舗の管理等を解決するサービスで、発送手続きや発注書作成などの自動化に加え、複数店舗の在庫や受注、商品ページなどを一元管理することが可能となります。それら EC 運営の効率化により、ご利用いただいている EC 事業者様の大切な時間を創出し、コスト削減、ヒューマンエラーの減少を実現します。料金体系としては、基本料金1万円、プラス受注件数に応じた重量課金という課金形態をとっております。ネクストエンジンは、アパレル、雑貨を中心に、さまざまなジャンルのお客様をサポートしているのが特徴です。これらはネクストエンジンを実際ご導入いただいている一部企業様になります。アパレル大手のグラニフ様や飲食チェーン店を展開する松屋フーズ様などにもご利用いただいております。ネクストエンジンは、素業であるコマース事業の現場から生まれた EC 事業者様に寄り添ったサービスであり、また API を公開しているため、外部システムとの連携や各ご利用企業様ごとのカスタマイズも容易となっております。これら強みにより SaaS 型 EC バックオフィスとしてはトップシェアを誇るまでのサービスに進化し続けております。
これはネクストエンジン上で連携されている外部システムの一部です。多様なニーズにお応えすべくパートナー企業様との連携や自社開発も積極的に行ってきた結果、ネクストエンジンアプリの数は900以上展開され、ご利用企業様の9割近くがネクストエンジンを中心に外部システム連携やカスタマイズ等を行いご活用されています。これはネクストエンジンの GMV 取扱流通の推移となります。前般1兆円突破のご報告をさせていただきましたが、ネクストエンジンは国内 EC の GMV 年平均成長率と比較すると2倍以上のと大きく成長しております。続いて総契約者数です。22年4月期は年間678社増の5417社となりました。コロナ禍1年目である21年4月期には一部特需もありましたが、22年4月期は大きな反動減は見られず、コロナ禍前と比較しても純増ペースを大きく加速しました。売上高です。 EC 市場におけるアープの季節性はあるものの、継続的に総契約者数を増加できたことにより売上もストックされ、四半期ごとに見ても増収基調になっております。最後に営業利益です。22年4月期はサーバー投資を引き続き行い、旧サーバーとのいわゆるダブルコストが発生しておりましたが、管理会計による適切なコストマネジメントを行ってきたことで高い利益率を維持し、売上成長により営業利益も右肩上がりの成長をしております。以上、プラットフォーム事業概要のご説明となります。はい、それではここからは今期から3年間を見据えたハミーグループの中期経営計画について発表させていただきます。まずは前期に終了した中期経営計画の振り返りの内容についてお伝えします。前中期経営計画では2022年4月期までに目指した業績数値をグループ全社において売上高138億円、営業利益率 16%、 プラットフォーム事業においては売上高26億円、営業利益率 34%、 コマース事業においては売上高100億円、営業利益率 23%、 新規事業において売上高12億円、営業利益率 17% としておりました。セグメントごとに達成度合いや課題対応の進捗の違いはありますが、プラットフォームセグメントが大きく成長したことにより連結業績全体を牽引することができました。コマース事業も売上高は目標を達成し、既存のスマートフォンアクセサリー事業では利益率を大幅改善し、23期の時点で目標としていた利益率を達成しています。主力2事業の成長が新規事業における進捗の遅れをカバーし、総合的に達成できたと判断しております。各セグメントの内容をもう少し見ると、コマース事業においてはストック型ビジネスの転換に関する課題は残ったものの、売上高は目標を達成、営業利益率についても2022年2年4月期はコスメティック事業の新規事業投資により営業利益率の目標は下回りましたが、既存事業であるスマートフォンアクセサリー事業はアイフェイス製造機能取得による製造利益の獲得等の利益率改善を行い、2021年4月期において営業利益率 23.7% と目標を上回る利益率となり、利益体質が強化されております。アイフェイスはファーストクラスに加えリフレクションという新シリーズを新たな柱として確立し、コスメへの展開もスタートしました。ゲーミングアクセサリーという新しい領域へもカテゴリーを拡張し、事業基盤は強化されています。プラットフォーム事業においては次の事業成長フェーズに向けてカスタマーサクセスフローの精緻化とコールセンターの BPO の安定稼働に注力し、契約者数は目標に対してほぼ到達と言って良い水準になりました。外部環境の後押しもあり、売上高も達成、営業利益率はサーバー投資を強化しつつ他の固定費コントロールを行い 41% と目標を大きく上回って大幅達成しました。ハミーコンサルティングも大手顧客を中心に契約獲得を推進し、売上を大きく成長させることに成功しています。新規事業においては、
経験のない子供向けスマートフォンハミックの開発が、まあ、想定以上に困難が、伴っていました。しかし、まあ、現シリーズであるハミックポケット L はなんとかユーザーニーズを捉えるプロダクトとなってきており、今後は年度ごとに投資上限を設定しながらユーザーニーズをより的確に捉えられるよう次世代の製品開発を継続していきます。ふるさと納税事業においては市場全体が拡大する中、新規自治体の契約獲得、寄付額増加に対する各種取り組みやネクストエンジンのノウハウを徹底活用することでオペレーションの自動化を強化した結果、目標を大きく上回る事業に成長することができています。以上を踏まえてグループ全体の達成度合いを総合的に考慮した結果、中期経営計画は達成できたと判断しております。よって総会決議を前提として22年4月期の配当成功を 20%、 1株当たり配当金額を 22.5 円としたいと考えております。次に今期から3年間のハミーグループの中期経営計画について発表させていただきます。グループ全体のミッションは引き続きクリエイティブ魂に火をつけるを維持していきます。そしてこの度先月の決算発表と同時に発表したリリースの通り、プラットフォーム事業を NE 株式会社として分社化することを7月の株主総会の議案として提出することにいたしました。その背景と経緯を含めグループ全体の中期経営計画についてお話しさせていただきます。ハミーグループは携帯電話のストラップ専門の EC 店舗としてスタートしたコマース事業を創業としており、その EC 店舗を運営する上で生じたさまざまな課題を解決するために生み出されたサービスがプラットフォーム事業のネクストエンジンです。ネクストエンジンはコマース事業という EC 運営の現場から生まれたという点が他社サービスとの大きな差別化要素となっておりますが、一方で顧客からの信頼に基づいて多くのユーザー様にご利用いただくことで自社以外の EC ノウハウも取り込むことが可能となり、ここまでコマース事業とプラットフォーム事業の相互のシナジーを発揮しつつグループ全体の成長を実現してきました。現在の状況を見てみると、プラットフォーム事業におけるネクストエンジンのユーザー数は5400社を超えており、多種多様な商材の流通、さまざまな規模の EC 事業者のビジネスを支えるインフラへと成長しております。引き続きコマース事業はネクストエンジンのユーザーではあるものの、もはや単一企業の課題解決によってサービス自体の機能向上を実現するという観点は薄れ、5400社以上のユーザー、さらにその先には日本すべての EC 事業者の課題解決に向けたサービス開発が求められております。一方でコマース事業においても当初は他社商品の仕入れ販売が中心だったのに対し、現在では販売額全体の約9割を自社製品が占め、グループ内に製品の企画、開発、製造する機能を有し、サプライチェーンの上流から下流まで全てを自社で完結することができるビジネスモデルに進化しております。これらの事実を踏まえ、プラットフォーム事業、コマース事業ともにそれぞれ成長フェーズが大きく変化したとの認識に至っておりますが、その前提に立ったとき、2つの事業が1つの組織として成長する過程で管理業務の複雑化や非効率化、単一人事制度の社員のモチベーションの維持の向上の難しさなど、さまざまな課題が生じるものと考えています。ハミーはミッション、クリエイティブ魂に火をつけるを掲げておりますが、それは私たちハミーのメンバー一人一人が高い熱量を維持し続けられる環境を作ることで達成されると考えており、超長期的にミッションを維持、実現していくための手段が、プラットフォーム事業の分社化であるという結論に至りました。今期から始まる中期経営計画は、コマース事業とプラットフォーム事業のシナジーの追求ではなく、それぞれが独自の成長を目指すことによるグループ全体の企業価値向上を達成しようとする内容になっています。グループ全体の業績数値としては、3年後の2025年4月期において、売上高248億円、成長率 120% 超、営業利益54億円、営業利益率 22% を目指す内容になっています。今回の NE 株式会社の分社化を含めた組織体制の変更に伴い、報告セグメントを記載の通り変更いたします。ハミック、ネクストエンジンコリアについてはコマースセグメントに、
ロカルコ事業とルカモはプラットフォームセグメントとして報告させていただきます。続いてコマースセグメントにおける中期経営計画の内容をお伝えします。中期経営計画におけるコマースセグメントの主力事業は、ここに記載の通り iFace シリーズに代表されるスマートフォンアクセサリーを中心としたモバイルライフ事業、ゲーマー向けゲーミングモニターブランドピクシオを中心としたゲーミングアクセサリー事業、1月にリリースされた iFace ブランドから生まれたコスメブランドバイユアを中心としたコスメティクス事業、そして米国をメインターゲット市場とするグローバル事業、その4つの事業を中心に展開してまいります。そしてこちらが中期経営戦略の概要です。コマースセグメントは3つの戦略を柱に事業を成長させていきます成長していきます。1つ目はニュービジネス戦略、カテゴリー拡張と新規事業創出によって新たな顧客接点を獲得していきます。2つ目は DX、SX、SX 戦略、デジタルの力で顧客接点を連携強化し、成功再現性を向上させ、持続的成長を実現できる事業基盤を構築していきます。3つ目はグローバル戦略、ハミーグローバルとの連携強化を通じた海外売上増加によって国内市場依存からの脱却を推進していきます。以降各戦略をそれぞれ説明させていただきます。まずニュービジネス戦略ですが、カテゴリー拡張、新規事業創出によって新たな顧客接点を獲得することに注力していきます。全中期経営計画においてもコマースセグメントのビジネスモデルの転換は大きな課題でしたが、スマートフォンアクセサリー単一事業でのビジネスモデルの転換にはその顧客接点の数に限界があり、ビジネスモデルの転換は容易ではないことを改めて認識しました。ハミーは既存事業の強みを高い認知度を誇る iFace ブランド、創業から20年以上蓄積されてきた e コマースナレッジ、上流から下流までを自社でコントロールできるサプライチェーン各機能のシナジーとおいて、その強みが掛け合わされる点を事業創出機会と捉え、カテゴリー拡張、新規事業創出を進め、新たな顧客接点を獲得していきます。そして2つ目の戦略が DX、SX 戦略です。 DX はデジタルトランスフォーメーション、 SX はサステナビリティトランスフォーメーションの略です。 DX 戦略としてニュービジネス戦略で顧客との接点を増やし、データで強く長くつながり、それらを連携させることにより事業成長、収益基盤強化を目指します。また並行してサプライチェーンの各機能を強化していきながら、さまざまな顧客ニーズに対応できるようにしていきます。 SX の観点からは、ものづくりには必ず発生してしまう不稼働在庫を極力削減するサプライチェーンの構築や、自社プラスチック製品の再利用の仕組みの構築に取り組み、 DX 戦略と合わせて収益安定性、成功再現性、持続成長可能性をアップさせていきます。ニュービジネス戦略と DX-SX 戦略を共に推進していくことで、全中期経営計画で課題として残ったコマースセグメントのビジネスモデルの進化が実現されると考えています。3つ目の戦略として、グローバル戦略を掲げます。日本市場が成熟期にある中で、新たな顧客を獲得するために海外市場への展開を強化していきます。特にアメリカ市場を注力市場として、アジアのポップカルチャーから生まれるサービス、プロダクトを展開していきます。具体例としてはスクイーズやオタマトンという低反発玩具雑貨カテゴリーで、日本、韓国のライセンスプロダクトを中心に新規取引先を開拓し、その取引をライセンスとコラボレーションした iFace につなげ、 B2B 取引先、 EC 顧客の新規獲得につなげていきます。コマースセグメント全体ではモバイルライフ事業の収益をベースに、ゲーミングアクセサリー事業、コスメティクス事業、グローバル事業への投資を行い、今後3年間で売上高平均成長率 20% を目指していきます。次に各事業の今後3年間の戦略の概要を共有させていただきます。まずはモバイルライフ事業です。 EC 市場が拡大する中で、スマホアクセサリーの購買先も時代とともに変化しております。小売店が運営する EC の成長も著しく、ただ安いサイトを探すだけでなく、モール自体の利用価値や目的も購入先の選定基準となってきています。また
リアルでの購買先も家電量販店、雑貨量販店、スマホキャリアショップだけでなく、業種業態の垣根を越えて様々な小売店がスマホアクセサリーを取り扱うようになってきています。私たちはこれらの変化をチャンスと捉えて、未出店網羅の新規出店であったり、B2B の新規取引先開拓を推進してまいります。商品戦略としては、iFace ブランドでの未進出である、その空白カテゴリーの展開を中心に事業全体を底上げしていきます。強化カテゴリーとしては、タブレットケース、モバイルバッテリー、 PC ケース、 AirPods ケースにおいてヒット商材を創出していき、事業安定性に貢献しながら全体の売上を拡大させていきます。モバイルライフ事業としては、利益率を維持しながら今後 5% から 10% の継続的かつ安定的に成長ができる事業を目指してまいります。次に、ゲーミングアクセサリー事業です。ハミーが持つ既存の e コマースのインフラ、多店舗展開等の EC ノウハウを生かし、多店舗展開を加速し、ブランドの認知度アップとともに売上を拡大していきます。今年の5月にはペイペイモールへの新規出店を行っており、その他のモール自社店舗も順次展開していく計画です。また取扱いアイテムのカテゴリーも拡張していきます。ゲーミングモニター以外のゲーミングアクセサリー、例えばウェブカメラであったり、キャプチャーカード、ライブコンテンツ作成のコントローラースイッチャー等、ハイクオリティのストリーミングギアを展開し、ゲーミングアイテムの総合ブランドを目指していきます。ゲーミングアクセサリー事業としては、今後3年間で年平均 25% 成長を目指していきます。3年後にはハミーのコア事業の一つとして収益に貢献できる計画です。続いて、コスメティクス事業についてです。今後の商品ベースの事業領域ですが、今後3年間で現状のベースメイクカテゴリーを皮切りに、スキンケア、カラーメイク、ヘアケアなどのカテゴリーへの事業拡張を行い、安定性の高いポートフォリオの構築を目指していきます。直近では、現行のベースメイクのコンセプトである毛穴管理に基づき、スキンケアラインを中心に展開していく予定です。コスメティクス事業は今期7億円、3年後45億円、そして5年後92億円の売上成長を目指し、事業投資を行っていきます。最後に、グローバル事業についてです。アメリカ市場を注力市場として、スクイーズ、オタマトーンといった玩具雑貨カテゴリーを中心に、日本キャラクターライセンスも活用しながら、新規取引先開拓、顧客獲得を行い、iFace といった主力製品を展開していきます。近年、コロナ禍の影響により、北米ではネットフリックス等の利用率が急上昇し、アニメ市場が急成長していることも、ライセンス商品拡販の大きな追い風となっています。コマースセグメントの中期経営計画については以上です。本日は時間の都合上、すべてを説明することができないため、先日発表されている中期経営計画の資料も合わせてご確認いただけるとありがたいです。続いて、プラットフォームセグメントの中期経営計画について、日後より説明させていただきます。それではよろしくお願いします。はい、それではここから、プラットフォームセグメントの中期計画についてご説明いたします。はい、23年4月期、プラットフォームセグメントの主力事業は3つ。1つ目は EC 事業様をターゲットとした SaaS サービスであるネクストエンジン事業、2つ目に同じく EC 事業様をターゲットとした EC コンサルティング、制作代行、運営代行サービスであるコンサルティング事業、こちらは旧ハミーコンサルティングとなります。続いて、自治体様をターゲットとしたロカルコ事業、こちら前期まで新規事業セグメントに分類されていたふるさと納税支援となります。以上3事業がプラットフォームセグメントにおける主力事業になります。これら3事業における3カ年の中継戦略は、強固な顧客基盤と好循環なビジネス構造を実現するといたしました。ビジネスの基本は、顧客へ価値を提供し対価を得ることで成立すると考えています。当セグメントは今後1企業 NE 株式会社として、これからもより多くの価値を提供し続け、顧客に伴走しカスタマーサクセスし続けることで、強固な顧客基盤を確立し、連鎖的に起こす価値すべての成長エンジンへと進化を目指します。またこの戦略にのっとり、
当社ビジネスのインフラであるネクストエンジンの総契約者数を大幅に拡大させることが、これからの3年間における最大の注力ポイントだと考えています。その戦略背景についても簡単にご説明いたします。ネクストエンジンは EC モールや EC サイトといった販売チャンネル管理を一元化することで、守りの DX を強化できることが強みであると言えます。言い換えるとこの強みは、EC 事業者様が多店舗展開することを前提としているため、EC 流通額が中規模以上あることで最も価値を得られやすいサービスであるとも言えます。しかし近年、コロナ禍の影響や、Shopify、Base、Stores といった従来に比べると、手軽に EC を始められるプラットフォームの普及もあって、EC の参入障壁は下がり、D2C の拡大など、流通規模の小さい事業者様は増加傾向にあります。また、社会的な側面から見ても、今後は人口減少に伴い、日本全体の購買力は低下し、多くの企業、小規模事業者様の利益ポテンシャルは低下すると予測しています。これらを踏まえ、ネクストエンジンは長期的には B2C といった単一方向への価値提供にとどまらない DX 支援サービスを目指し、この3年間は従来通り、流通が中規模以上の EC 事業者様への強みを維持しつつ、流通規模の比較的小さな EC 事業者様に向けてサービスを拡張、強化していくことを決めました。またコンサルティング事業はネクストエンジンがサービス拡張によりリーチした小規模事業者様へ訴求することで、利用者拡大のためのマーケティングコストも最適化され、流通成長していただいた先でネクストエンジンを訴求するといった NE 株式会社全体での好循環なビジネスモデルを目指します。では実際にどのようなことを行うか、具体アクションについてです。当社の EC 運営実績から、小規模事業者様の多くは売上の拡大や EC のナレッジに強い興味関心を持っていることが明白です。売上拡大という点では、これまでも子会社であるハミコンサルティングで支援をしてまいりましたが、NE 株式会社へと吸収合併することで、よりシナジーを強化し、小規模事業者様へのサイト構築、政策支援等サービスの拡張強化を行います。また EC 事業者様はリソースも逼迫していることが多く、ネクストエンジンの導入も負担となられることが多くございます。コンサルティング事業の運営代行チーム内にネクストエンジンサポートスタッフを配置し、ネクストエンジンの初期設定代行チームを強化することで、早期オンボーディングを加速させ、契約者数の大幅拡大を狙います。また EC ナレッジという点では、既存のご利用ユーザー様や小規模事業者様でもご活用いただけやすいコミュニティを形成してまいります。単純なコミュニティはこれまでも行った実績はございますが、テクノロジーがより進化している今、 Web3 全般の技術を活用を模索しながら、分散型自立組織 DAO の実現にチャレンジし、昨年度行ったイベントアオサイなどとも連携させ、より強固な顧客基盤の構築を目指します。いずれもすでに検討段階に入っております。続いてコンサルティング事業の戦略についてです。一つ目に、本事業は労働集約モデルでありますので、採用や育成の強化は引き続き行いつつ、リソースの効率化を行います。派手さはありませんが、サービスニーズは依然高い状況ですので、作業フローの見直しや一部チャットコンサルの導入などシステム化を行うことで、案件に比例するリソース不足の緩和を行い、収益性の向上を目指します。二つ目に、 EC 化率の向上と Shopify ユーザーの拡大を受けて、 EC サイトの構築・制作案件が拡大傾向にあります。当社の強みはコンサルタントが監修することで売れる EC サイトの構築・制作を行うことにありますので、構築制作の単発契約のみではなく、コンサルティング契約へつなげられるように契約獲得動線を強化してまいります。3つ目に、先日しましたがネクストエンジンサポートスタッフを配置することで、ネクストエンジン初期設定代行を強化し、コンサルティング契約へつなげることで、ロングタームの顧客成長伴走を提供してまいります。
続いてロカルコ事業、旧ふるさと納税支援事業の戦略についてです。こちらは年次成長も大きく、事業ポテンシャルが高い状況にございますので、引き続きネクストエンジンとの機能的シナジーを増幅させつつ、当社小売事業で培ったノウハウやコンサルティング事業の売上ノウハウを集約させて、新規自治体様の獲得から返礼品の新規開拓、寄付額増加による事業拡大を目指してまいります。また個人版ふるさと納税支援以外の地方創生に関する新たな取り組みについても各自治体様と連携しながら模索していきます。これからの3年間において成長投資余力を利用し、事業成長の加速拡大のための M&A も積極的に検討してまいります。3カ年の数値計画について、売上高はネクストエンジン、コンサル、ロカルコの主力3事業で約 1.8 倍、営業利益は約 1.9 倍への成長を目指します。最後に3年間で目指す主要な KPI3 つをご説明いたします。まずは総契約者数、こちらは前期5417社から3339社増となる8756社へ、アープは小売事業、小規模事業者様の獲得へと舵を切りますが、既存ユーザー様の年次成長や一定のアップセル等を行い、維持以上へ、チャンレートはこちらもコミュニティの安定化まで短期的には多少の浮き沈みがあるかもしれませんが、3カ年平均 1% 以下の定位安定と大幅成長を目指してまいります。以上、プラットフォームセグメントの中期経営戦略のご説明となります。それでは配当政策について説明させていただきます。2021年4月期までは配当成功は 10%、 2022年4月期は先ほどの通り中期経営計画達成ということにより 20% の1株当たり 22.5 円となります。23年4月期から25年4月期の3カ年における配当政策は、まず業績連動の側面ですが、利益成長に応じて株主還元を増加させるべく配当成功として 20% 以上、また安定配当の側面として業績連動だけだと減益の時は減るのかという点も考慮が必要かと思い、大きな損益や外部環境の変化がない限り原則減配はせず、一株配当を維持もしくは増加させる方針です。最後に通期業績予想になります。23年4月期の業績予想となります。先ほど説明した中期経営計画における報告セグメントの変更の通り、その他セグメントが分解され、コマース、プラットフォーム、それぞれで集計、開示されます。まず、ここがコマースセグメントです。通期売上予想としては、21億円増収の123億円の計画です。モバイルライフ事業の iFS を中心とした着実な成長に加え、コスメティックス事業において、PR 施策に伴う認知度向上により既存のベースメイク商材の拡販及び9月にスキンケア商品の新規展開をすることにより増収、ゲーミングアクセサリー事業においては前年は紙機半導体の供給問題により商品仕入れに目処が立たなかったことで実質下期からの立ち上がりとなったものの、今期は通期売上貢献を見込むということにより増収、また米国を中心とするグローバル事業においては好調に推移しているスクイーズの新規キャラクター展開等による増収を計画として見込み、一方セグメント利益では投資ステージであるハミックがその他セグメントからコマースセグメントに移管されたことが主要因となり減益となります。コスメティクス事業を中心に成長投資を積極的に行い、またハミックを含む新規事業を積極的に展開、約3億円の新規事業投資を行うと、利益創出より成長加速に重きを置くことにより、1.6 億円減益の20億円の営業利益の計画となります。続いて、プラットフォームセグメントです。ネクストエンジンは、アープはほぼ前年並みと想定し、しっかりと契約者数を積み上げていき、期末6160社を目指すことにより増収を計画。前年取り組んでいたサーバーインフラ投資について、
昨年第4四半期をピークに徐々に平準化される見通しです。コンサルティング事業は設計から EC コンサル契約への動線強化等コンサルティング内のシナジーを目指すことに加え、ネクストエンジンとのシナジー追求により売上高が前期 4.6 億円から 6.1 億円へ成長させます。また前期はその他セグメントで集計されていたロカルコ事業、旧ふるさと納税事業ですが、こちらの方は今期からプラットフォームセグメントになります。前年の営業活動の結果、新規自治体獲得により増収を見込み 4.8 億円の売上計画です。セグメント合計で36億、営業利益14億円を目指します。連結合計で22億9000万円の営業利益の計画となっております。以上が本日のご説明となります。ご清聴ありがとうございました。ご質問ありがとうございました。これよりですね、いただいた質問に回答させていただければと思います。なお、引き続き時間がある限りですね、ご質問にお答えしたいと思いますので、ご質問がある方はですね、チャットよりご入力いただければと思います。それではですね、はじめにプライム市場の条件である、流通時価総額について基準を下回る日がありますが、会社としての危機感の、程度を教えてくださいと。株主としては成長のための投資はやむを得ないと思いつつも、プライム市場維持のための株価対策は企業価値向上のために急務と思いますが、対策の選択肢についてお示しいただけますでしょうかというご質問いただきました。ありがとうございます。そうですね、危機感というものは私たちも、持って、おります。この条件にですね、なんとか、上回れるようにということでですね、考えております。で、まあ、一番はですね、もうこの中継を、まあ、達成すると、中継を、しっかりこう実現していくっていうことが、ここに、プライム上場維持基準にですね、到達するための、方法だと考えていますので、まあ、ここに注力していくということで、やっていきたいと思っております。はい、こちらの方は以上になります。続いてですね、冒頭に社内の人材処遇等の制度のご説明がありましたが、まあ、優秀な人材採用を定着させるために、まあ、制度だけではない部分で大切にしていることがあれば教えてくださいということなんですけれども、ここはですね、まあ、特にやっぱり今若い方、若い人材を中心にですけれども、まあ、会社のですね、ミッションとかビジョンとかバリューといったものをやっぱりこう採用面接等でもすごくこうこだわって聞かれる方が多いなという認識があります。私たちもそこのミッション、ビジョン、バリュー、なんで会社は、こう私たちはこういう事業をやっているのかとかですね、どんなことをやっていきたいのかみたいなところをやっぱりこうしっかり言語化してですね、説明していくことみたいなところっていうのが、まあ、良い人材の確保であったり良い人材の維持につながっていくんじゃないかなと思いますので、まあ、引き続きですね、そのミッション、ビジョン、バリューを軸とした会社のカルチャーの醸成みたいなところにも力を入れていきたいと、そのような形で対応していきたいと考えています。じゃあ続いてですね、化粧品事業の小売卸しの見通しはどのような推移を想定しておりますかというですね、中継の推移につれてどのように割合が変化していく見通しでしょうかというところです。まあコスメ事業に関してはですね、ちょっとまだプロダクトが、出てる SKU とかがですね、カテゴリーがまだ限られているので、なかなか具体的な数字をちょっとお話しできない部分もあるんですけれども、見通しとしてはですね、まあ、小売を中心に、EC の小売を、中心に、考えております。なので、EC の小売が、まあ、6割から7割程度、卸が、まあ、3割から4割程度の、最終的にですね、中継の最後の方には、そのぐらいの数字になるんじゃないかなというふうにして考えています。続いてですね、ピクシオ事業では現状の商材から周辺商材への幅出し、等もきっとされていると思いますが、既存商品との差別化やピクシオを扱う御社がどういう形でユーザーに刺さる施策を打たれていくのでしょうか、時期も含めて、目論見を教えてください と、あります。ありがとうございます。そうですね、まずまあ既存商品、他の他社との差別化の部分でいうと、やっぱり価格に対して、クオリティに対してやっぱ価格が安いということですね、コストパフォーマンスがいいというところが、やっぱピクシオの一番の強みかなと思っています。またですね、対象としている、まあ、イメージしているユーザーはですね、まあ、プロゲーマー、もしくはその、かなりこうゲームをやり込んでいる方っていう方を中心に考えていて、まあ、そういった方を中心にですね、コストパフォーマンスの良さをしっかりこう訴求しながらですね、あとまあ他社とやっぱ違うところは、
EC 小売にこう特化しているので、顧客サポートも全部自分たちで、やっています。そのサポートのレベルっていったところも私たちに、優位性があるんじゃないかなとは思っていますので、そういったところをですね、中心に、ピクシュを考え、ピクシュのブランドをですね伸ばしていきたいと考えています。今期中にはおそらく新しいカテゴリーのですね、モニターではないですね、部分の、商品が出せる、かなというふうにして考えていますというところです。はい、続きましてですね、続いての質問に参ります。iFace 顧客層へのリーチを企業価値として捉え化粧品事業に進出されていますが、単に顧客リストに対してレコメンド広告を出すだけでは購入までたどり着かないと思います。具体的には他社化粧品販売企業と比べたときにどのような差別化戦略をお持ちなのでしょうか。可能な範囲で実現見通しを投資家に共有させていただきたいです。よろしくお願いいたしますというご質問です。ありがとうございます。そうですね、まずバイヤーのですね、その差別化要因というか、特徴というところは、まず一つはですね、韓国コスメというところを、非常にこう強く打ち出しているところです。で、韓国コスメ日本でも、いくつかですね展開されている、韓国のメーカーさんあるんですけれども、私たちほどですね、この販売とかマーケティングの体制を日本でしっかり、作ってですね、行っているという会社は、少ない、もしくはまだやっていない会社が多いかなと思います。そこの部分で、私たちが先にですね、そこの部分をしっかりやっていくことで、優位性が築けるんじゃないかなと思っています。またコンセプトとして毛穴管理というところを強くこう押し出しているんですけれども、このコロナ禍を経てですね、かなりこう肌に優しいとかですね、そういったところをこう今まではこうどちらかというとメイクアップの方にお金を使っていた若年層のユーザーがですね、そういったこう肌に優しいとかそういったところをこう気にし始めているっていうのが、一つ、流れとしてあるかなと思います。そこをですね、しっかり捉えるプロダクトをというところで、そこもまた他社のですね、展開しているプロダクトとはちょっと違うところかなと思っています。そういったところをですね、しっかりやりながら、で、スキンケアを7月から、少しこう出しましたけども、今後もですね、このプロダクトのラインナップどんどんこう広げていきますので、そこからがですね、大きくこう成長していくポイントになってくるかなと思います。まずは、ベースメイクで、しっかりこう認知度を獲得したところを、さらにこうスキンケアの方に伸ばしていってですね、今後の今期の目標を達成していきたいとそういうふうに考えております。はい、じゃあ続いてですね、NE についてネクストエンジンですね、ネクストエンジンについてサーバーのクラウド化を進めるにあたりサーバー可用性についてはどのようなリスク対応を取られていますかとですね、特に EC 事業者さんとの SLA を踏まえて、顕在化した際の対応方針を教えてくださいということで、こちらは取締役の肥後の方から、説明さ回答させていただきます。じゃあお願いします。はい、ご質問ありがとうございます。クラウドサービスの特性上ですね、明確な SLA っていうものを現時点では定めてはいないのですが、エンジニアチームを中心にサービスレベルの標準基準というものを刷新している中でございます。また今回ですね、 AWS への移行によってですね、ハードウェア等の故障に対してベンダーが自動的に対応してくれるようになっているため、クラウド化に際してですね、クラウドまたですね、クラウド化に際しては、アーキテクチャの変更によって、高負荷時などには、スケールを迅速に行いやすい仕組みになっていること、また故障時のシステムの入れ替え、いわゆるロールバック等ですね、を迅速、半自動化して行えるように刷新を行っています。また今後の見立てとしては、より堅牢に振る舞えるように、クリティカルな部分の冗長性というものを上げていくことで、高可用性を実現できるものと考えております。はい、以上回答となります。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてですね、続いての質問ですね、中継数値目標はこれまでも必達目標として掲げてこられましたが、成長を志向する会社として外部開示としては保守性を重んじているということなのか、一定程度の意欲を盛り込んだ上で指揮向上の狙いもあるのか、数値の感触を教えていただきたいと、ご質問いただきました。こちらでですね、言うと、後者の方だと私たちは考えております。今まではですね、やっぱりプラットフォームとコマース
それぞれの事業のこう成長でですね、会社全体のこう成長も、まあ企業価値の向上も、図れるというふうにして考えておりましたけれども、やっぱりここからはですね、まあ新規事業、新しい事業をですね立ち上げて、それをしっかりこう実現していく、成長を実現していくということが重要かなと思っています。なのでまあ今までもしかすると、ハミーという会社はですね、かなりこう手堅い計画、手堅い、内容でですね、業績予想とも出すというふうに、見られていたかな、見られている部分もあるかなとは思いますけれども、まあ、今期からはですね、やっぱりこう新しいことにどんどんこうチャレンジしていく、そこにまあ高い目標を設定していきながら、それを達成するために何ができるかというのを考えていくという、そんな思いで今回の計画、業績予想を出させていただいていますですね。はい、続いてですね、ハミックは、まあ、キャップをはめて投資継続されるということですが、数年来のチャレンジを経て苦労も多い中で、まあ、どこに長期を見ての継続判断なのでしょうかとですね、まあ、今後 KPI をどこに置いて、まあ、撤退基準をどう置いて、不退転の覚悟で取り組まれるのでしょうかということですね。はい、ありがとうございます。そうですね、ハミックは、まあ、正直苦戦しております。やっぱりスマートフォンを自分たちでこう作る、まあ、子ども向けとはいえですね、自分たちで作るというところの難しさというのを、正直感じているところではあります。ただですね、ハミックポケット L というですね、まあ、バッテリーの、持ちの部分を改善したプロダクトが、今年の年初にですね、2月ぐらいですかね、まあ、リリースをしてですね、まあ、そこでの、契約というのはですね、まあ、まだまだ、会社全体に及ぼす影響は小さいですけども、まあ、良くなってきているというところです。まあ、そこをですね、思って、まあ、継続しようという判断を、しております。で、まあ、ただポケット L がですね、まあ、じゃあ完全なプロダクトかというと、まだそうではなくてですね、やっぱりこの次に、開発を進めるプロダクトが、まあ、すごく重要かなと思っています。そこの、まあ、新しい、そのですね、次世代のそのハミックポケットで、まあ、契約数をしっかり伸ばしていくと。まあ、それが、まあ、できない場合は、まあ、事業に対してどうするかというのを考えていくと、そういう形で考えておりますというところです。はい、ありがとうございます。続いてですね、コマース事業における昨今の為替レートの変更による影響はどのように見ているか、特にこれからグローバルな営業体制を構築しようとした際に、費用が想定よりも先行してしまう恐れはあるのでしょうかというところですね。販売という点では、円安によるメリットが大きいと思いますが、現状においては為替はポジティブかネガティブ、どちらでしょうか。そうですね、為替の影響はですね、まあ、どちらかというと今ネガティブではあります。実際に物を作って資材を調達しているのはハミーグローバルという韓国の子会社になりますので、そこの部分で、まあ、ウォン建てもしくはドル建てで調達をしていますけれども、そこの部分に関しては為替の影響というのはありますというところですね。ただ、まあiFace 含めてですね、弊社の商品、まあ、利益率も一定程度、高い水準を保つことはできていますので、まあ、そこのですね、価格帯は維持しつつ、まあ、しっかりですね、ユーザー数を増やしていくと、そういうことをですね、今期はまあ意識してやっていきたいというふうにして考えておりますと。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてですね、コマース事業のグローバル領域についてお聞きしますとですね、過去にはまあ安価なパッチワークスの展開を狙いましたが、成功したとは言い難い状況かと思います。それを受けて比較的高価格帯の iFaceをどのように拡散していくのでしょうかというご質問いただきました。はい、ありがとうございます。ですね、まあ、今後の海外展開に関して、そうですね、まあ、パッチワークス等も含めて、まあ、iFaceが高価格帯、価格っていう部分ももちろんあるんですけれども、今までですね、やっぱ海外で、展開できな、強力にこう展開できなかった理由としては、やっぱりですね、今までアメリカのボリューム、アメリカでの売上のボリュームがあまり大きくなかったがために、アメリカ向けの、アメリカだけの、製品というのを作ることができなかった。その、まあ、その、生産ロットとかそういった関係でですね、できなかった。ただ、昨年ですね、やっぱり取引先も増えてですね、かなりの、量がですね、B2B を中心に、しっかり売ることができるようになってきたので、今もうアメリカ向けにどういう商品を作るのかというのを、まあ、マーケティングしてですね、それをしっかり作るという体制が、でき始めています。なので、まあ、それを、やっていくことで、今特にですね、まあ、おたまトーンであるとか、まあ、スクイーズといった
今商品が売れているんですけれども、まあ、今こうアメリカのですね市場 の、 その特に おもちゃ市場においてはですね、やっぱりまあインフレの影響でかなり物が高くなってきているんですけれども、まあ、その中で結構お手頃な商品としてですね、まあおたまトンであったりだとか、そのスクイーズ、あとはなんかカプセルに入っておもちゃみたいなのもあるんですけれども、そういったものがこう展開できているというところで、そこでしっかりこう口座を作ってですね、まあ、その後に自社でまあ、ライセンス、自社のまあライセンスともコラボレーションした iFace 等をその 2B の販路に向けてこう展開していくみたいなところが今考えている海外の展開方法ですというところです。まあ、それに合わせてですね、EC の方もまあ Amazon を中心にですね、販売を強化していくという形でやっていきたいというふうにして考えております。はい。ですね、はい、ありがとうございます。続いてコスメ事業の結果が出てくるのは少し先と思いますが、現時点での状況や好調さの判断感覚が知りたいですというところです。はい、ありがとうございます。まあ、今はですね、まあ、7月からスキンケアを7月1日から、シートマスクを発売したんですけれども、まあ、今のところはまだベースメイクだけのですね、展開が主になっているので、今の時点でですね、何かこう大きな数値の変化があるかとかっていうと、ちょっとそこの部分はまだないっていうところではありますけども、まあ、今なので今やっぱり認知度の拡大っていうところをものすごくこう強化しているというところです。そういう意味で言うと、まあ、各ですね、まあ、こう雑誌のがやっているですね、そのコスメのランキングであるとか、まあ、アットコスメさんとかやっているランキングであるとか、まあ、そういったところにですね、しっかりこう食い込んでいるであったりだとか、あとは、まあ、もうずっとコスメを見られている、まあ、ロフトさんであったりプラザさんとか、そういったところのバイヤーさんにも、まあ、かなりですね、しっかり高評価をいただいているっていうところは、すごく、いいかなと思ってはいます。そこは、順調に進んでいるかなとは思いますので、まあ、ここから出てくるですね、新しいプロダクトを、まあ、しっかりこう季節に合わせてですね、出していくということが、まあ、そこを、まあ、韓国から作ってそれを日本にまあ転化していくわけですけども、そのスケジュールの遅れとかそういったことがないようにですね、しっかり管理していくということが、まあ、ポイントになってくるかなと思っていますというところです。はい。続いてですね、NE は利用、ネクストエンジンは利用顧客を増やしていく方針ですが、ネクストエンジンは多店舗展開を基とする中規模事業者様に向けてより強みを持ったプラットフォームですが、小規模事業者様にこう幅を広げていくときに、この領域に強みのある他社サービスとの差別化、収益を確保した上でをどう図るのかと、標準化、進展の効率向上が個社のエンゲージメントを落とすようなことにつながらないでしょうかというご質問いただきました。こちらの方はじゃあ取締役の肥後の方からお話しさせていただきます。はい、回答させていただきます。こちらは中継計画の説明の中でも お話しさせていただいた通りなんですけれども、初手としては、コミュニティの構築に着手していきたいというふうに考えています。その背景等に関してはご説明させていただいたので割愛させていただきますが、やはり、当社としては、当社ネクストエンジンとしてはですね、大中規模以上流通の大きな企業様を持つ当社だからこそですね、まあ、意思の発展のためにノウハウやナレッジを共有し合える場というものを、この新しい技術というものを活用しながら提供していくということは一定の務めだと思っております。まあ、ネクストエンジンとしてですね、意思の発を始めたてのこの事業者さんにコミュニティという価値をまあ提供できれば、そこからまた新たなヒントを得られるというところで、それをまた流通の規模の一定以上大きな事業者様にトライアルしていただけるという点に関しては当社の強みだというふうに考えております。はい、以上となります。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてもネクストエンジンの方ですね、 NE においてアップセルを起動されているとのことでしたが、直近でも AI リコメンド機能を無償化に戻したりと、なかなか一筋縄では難しいというのが足元の現状かと思いますが、現状を踏まえてどういう施策によってこれを実現されていくのでしょうかというご質問いただきました。じゃあこちらの方も肥後の方から回答させていただければと思います。はい、回答させていただきます。まずですね、 AI レコメンドメールにつきましては、まあ、メールというその活用の一定低下が見られる中でですね、やはり想定するその売上成長というものが見込めないという判断に至りました。その結果、まあ、販売の武器としてですね、ネクストエンジンの訴求の武器として活用するという方針に切り替えた経緯があります。
まあ、ただクリテオなどですね、まあ、新たな収益源、というものの成長も見込んでおります。それ以外にもですね、分析強化など付加価値の向上というものにも開発自体が着手しているような状況にございます。よりまあアプリ自体のですね、訴求、先ほどのご説明でもご紹介させていただいた通りですね、アプリ自体はもう900以上に展開されていて、実に9割以上の事業者様が何かしらのアプリ、ネクストエンジンアプリというものをご活用いただけているような状況にありますので、まあ、よりですね、便利でかつ、業務効率が上がるといったもののアプリの訴求を強められるような、まあ、プラットフォームというかアプリストア自体の改修というものも行っていきたいなというふうには思っております。ただですね、今回の中堅に関して、売上利益等についてはですね、まあ、小規模の事業者様の企業割合が増えることで一定のそのアープの低下等を懸念されるかなと思うんですけれども、中規模事業者様の、まあ、維持化率による年次成長というものはこの小規模事業者様による単価の低下というものを十分カバーできるものだと思っておりますので、その点については自然成長という部分でオーガニックな成長という部分でも十分これからの成長は見込めるというふうに思っております。はい、以上となります。はい、ありがとうございます。そしたら、最後ですね、最後になるかもしれませんが、株主優待について再検討はされていますか。せっかく商材は増えたので化粧品なども含めることで個人株主の裾野が広がると思いますがいかがでしょうかというご質問いただきました。じゃあこちらについては、執行役員高市隆の方から、ご説明させていただければと思います。はい、株主優待に関するご意見ありがとうございます。商材が増えた特にコスメティクス事業ですね、はい、こちらの方を、株主優待の方に、含めるのはどうかというところのご意見ですけど、はい、まず株主優待につきましては株主の皆様に対して弊社 のサービスであったりとか商品であったりとかいうところ の理解をしていただくきっかけ、そしてそれを好きになっていただくきっかけというふうに捉えております。なのでこちらの方今現状コスメティックス事業ですけどベースメイク中心の展開ですけど今後 SKU もどんどん増えていく予定でございますのでそちらの方を、はい、積極的に検討させていただければというふうに思います。で一方こちら株主優待の方ですけどやはりこちらコストもあるので経済合理性等を加味しながらしっかりと検討した上で進めていければというふうに思います。はい、以上ご回答差し上げます。ございます。それではですね、ちょっと時間も、ちょっと定刻を過ぎてしまいましたので、こちらの方でですね、質疑応答の方は、終了させていただければと思います。本日はですね、弊社の、個人投資家様向けですね、説明会に参加していただきまして誠にありがとうございました。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。